第一レーススタートしていきました。スタートはどうでしょうか。6番の宮地も外から積極的に動き、追う形から5番の山口優衣、3番手には2番の山口いぶき、中段鈴木奈緒、岩崎の上昇に合わせて鈴木奈緒、そして山口いぶきも少し前へと動いていきます。これで岩崎後方、そのうちに3番の高木、復帰戦7番の大和、久保美が後方です。これから残り3周へと入っていくところですが、スタート出た宮地が前をキープ。前回は地元戦で決勝進出、その外で様子を伺うのが1番の鈴木奈緒。6場所連続決勝進出中、同様に6場所連続決勝進出中がその内にいる山口いぶき、その後外に4番の岩崎由美子、前回は3日間バックを取っていました。そして5番の山口由衣がいて、3番の高木モナ、本格デビュー2場所目、そして1年9ヶ月ぶりの実戦の大和久保美と続いています。ようやく6番、1番、2番、4番、5番、3番、7番という形で落ち着いたでしょうか。しかしもう残り2周となります。前をキープの宮地、2番手からは鈴木奈緒、3番手に2番の山口いぶき、4番手に岩崎由美子、5番手5番山口由衣、3番高木もな、6番手最後尾7番の大和久保美の展開で打勝を迎えます。4番手少し車間を空けている7番の岩崎、さあまだそれ以降の動きはないところ、高木もなが少し内を突こうという形。3番手から山口いぶきもスパートしていく。さあ宮地に襲いかかっていきます。残り1周回です。さあ外からスパートするのは4番の岩崎、合わせていこうという山口いぶき、どうでしょうか。まだここは宮地が人間粘っていますが、最終バックを迎えるところ、4番の岩崎がいいスピード乗っていこうという山口、それを追っていこうというのが山口いぶき。3コーナーに差し掛かります。先頭4番の岩崎美子、2番手インコースが2番の山口いぶき、そして5番の山口、その外から1番鈴木奈緒追い込んでいきますが、4番の岩崎由美子押し切りました。あとは2番の山口いぶき、3番の高木もなあたり、どうでしょうか。接戦です。第一レースが終了しました。道中4番手後位からの巻き返し、岩崎追っていって、両山口、さらには1番の鈴木、振り切って4番の岩崎、2番手わずかに地元の山口いぶきでしょうか。4番2番、あとは内3番高木、外1番の鈴木あたりの争いになるでしょうか。お知らせします。ただいまから佐世保競輪第一レースの審議 VTR を放映します。ゴール前30メートル線到達後、内見線を踏み切りながら外側5番選手を追い抜いた疑いで3番選手を審議しましたが、内見線を踏み切った時点において明らかに5番選手の後方に位置していたとは認められないため失格とはなりませんでした。